はい、どうもワドです。いつもですね、ビデオを見てくださってありがとうございます。さて、今日はですね、逆境の乗り越え方、これについてお話ししていきたいと思います。なんで今日この話するかというとですね、いつもとちょっと違ったテーマではあるんですけども、この動画をご覧のあなたはですね、マーケティングとかセールスコピー、コピーライティング、集客、DRM とかそういうのに興味があってですね、積極的に実施をしている人もいるかもしれないんですけども、そのあたりに興味があってこの動画を今見てくださっていると思うんですが、いろいろやってるとチャレンジしてるといろんな出来事がありますよね。すごい強烈な広告を出してクレームをもらったりとか、同業者から怒られたりとか、いろんなこう逆境というものですね、辛い出来事があると思うんですけども、これをですね、どういうふうに乗り越えていけばいいのかっていうこの話をすることでですね、今日2つ言いますけども、すごいシンプルな話をしていくので、いっかっていう感じで軽くなんか逆境を軽くなんか笑って流せるようになるっていう、ふうになれるかなと思ったんで、今日はこの話していくんですけども、僕自身も、2014年の6月にですね、借金4700万を抱えてですね、会社を倒産させ、自己破産して、5年目今コピーライター、セールスライターとして起業して今ですけども、もともとね、野菜を売るっていう仕事をですねやってて、代々続いた、おじいちゃんから続いた、僕3代目、4代目だったのかな、3代目4代目ぐらいやってましたけども、そういう中でですね、どういうふうに僕自身がそういうのを乗り越えてきたりとか、今そのセールスライターとして今5年目ですけど、いろんなことがあった中でどういうふうにこう乗り越えてきたのかっていう話を、僕の自身の話をしてシェアしたいなと思います、今日は。で、すごくシンプルな、ことを2つ言います。まず一つ目、これ逆境を乗り越える。本当に押し込んだ時ですね。本当に押し込んで、もうどうしようどうしようっていうですね、時にやるべきこと、その1ですね。寝るってことですね。なんやそれみたいな話ですけども、これめちゃめちゃ大事で、これですね、僕よくやるんですけども、年に何回かありますけど、本当にやる気が出ない時とか、本当になんか仕事に対してネガティブな感情が出る時ってやっぱあるんですよ、人間なんで。で、そういう時にどうしてるかっていうと、もう丸2日ぐらい寝ます。ずっとは寝ないですけど、トイレ行ったりとかご飯食べたりしますけど、もうそれ以外の時間はもう寝るって感じですね。もう仕事のこと一切考えずにひたすら寝るってことです。で、じゃあいつ起きるのかっていうとですね、もうなんだろうな、起きるのはその寝て、もう充電が完了して、いけるなと思った時だけ、思った時にやっと起きるって感じです。だから普通丸2日も寝まくってたら、大体大丈夫です。復活はしますんで大丈夫です。なんで、とりあえずしんどい時は寝てください。何も悪いことじゃないです。寝てください。本当にこれいいんで、ぜひ寝てくださいって感じですね。一つ目は寝るってことです。で、二つ目ですね、これは寝たにするってことですね。これもなんかよく聞く話ではありますけども、なんか自分自身の辛い経験とか出来事を全部これは何年後か、1年後2年後に自分の経験として誰かに話して、その人のためのその人の役に立つために今この出来事が起こってるんだと捉えるっていうことですね。例えば僕だったら過去に借金が4700万あって、倒産、自己破産って経験がありますけども、僕借金4700万ありましたけども、僕は借金1000万、いろんなね、背景とか事情はいろいろあるかもしれないんですけども、借金の額で言うと借金1000万ぐらいの人の話であれば聞けるわけですよ。で、僕の経験を話せるわけなんで、それによって借金1000万ぐらいの人の人生に僕が役立てるというふうに思えるわけですね。なんで自分がすごく辛い出来事、逆境を経験したことによって、自分
より少しでもマシな経験をした人に対してすごい話せる、伝えれることが増えるんですね。なんでそれはなんか自分の使命だと思ってですね、まあネタにしてというか、まあ話していく、伝える、これは誰かを救うための出来事なんだっていうふうに捉えるとすごく気持ちが楽になります。で、あと僕よく考えているのは、人生、自分の人生っていうのはもう一冊の方の小説っていうふうに捉えています。だからもうすっごく波があって面白い人生にしていけばいいんじゃないかっていうふうに結構楽観的に捉えるとすごく気持ちが楽になりますんで、ぜひね、逆境、まあなんかすっごいしんどい辛い時にですね、まず一つはもう寝ることで、二つ目がもうネタにしてしまうってことですね。誰かに伝えるための出来事なんだっていうふうに、切り替えるってことですね。そうしていくことで、もしあなたがですね、こう今逆境、すごくなんか辛いことがあって乗り越えれないっていう状態だったら、この2つをぜひ試してみてください。すごく人生が楽になりますってことですね。今日はそんな感じで終わっていきたいと思います。ではまた、ありがとうございました。さようなら。